皆様おはようございます、こんにちは、こんばんは。今日はシャーマンキングのゴアでございましてですね、前回はベストプレイス会だったということなので、これからはシャーマンキング大会のための修行編にはなるんじゃないかなと思うので、それを楽しみにして見ていきましょう。 Let's go start。 おはー、遅かったんじゃないですか。美味しそうじゃないですか。あ、こやつか。え、ヨウの旦那、どういうことや。おかみおかみだと。ってことはこいつ特性があるんだ。シャーマンか。モチ。ここか。旅館じゃないんだけど。おかみ来た。なんでやねん、やばすぎやろそんな展開だったっけ。ちょっと待って、うちのかわいいちゃいちゃん、よー、どうですか、シャーマンキングだよ。あ、もうどっか行っちゃうわけ。どうだ、ちょっと待って、ドア開けないと。さよなら猫ちゃん。ポッ、よいしょ。 OK、 これによってわしのオフィスは閉ざされていることになっております。さっきまでは猫がね、ベランダの方で、ベランダに出たの方で、寝転がってて、猫なだけに寝転がってて、なんかひなたばっこしてたんだけど、俺の部屋を、俺の書斎を通してお家の方へ。変わる君と高いよ。いやー、久々にね、最近歌ってないかな。オーバーソウル。いつでも読めるのは嬉しいな。まあ、よかったね。モスケ。お、来た。こちょ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 。なんで顔がついてんだよ、こいつに。あ、さい。まあ、トカゲロさんにね、喋り方超変わってくない？はあ、宇宙人みたいなこと言うなよ。 ET でもあるまいし。いやいやいや、あ、すげえ。
道しるべがありましたね。ケイト星ってなんだよ。まあいわゆるイエスとかマハムド的な、世界中みんな見とるわけや。そうっすね。え、馬が喋ってんの？お前かよ。馬の話かと思った。ちょっとここストップ。はい、戻ります。スタート。サークル超ドリド、ドリウッドシャーマン的なこと言っておるね。アメリカのネイティブアメリカなのかな。足痛そう。3倍って結構倍されたもんね。さあなんで東京で始まるんだろうなーってマジで気になるけど。あー、お前はシャーマンピープルか。ほう、いやいやいや、怪しいぞ。確実に阿弥陀丸見てるからな、こいつ。シャーマンファイトって名前がまずウケるわ。はい、ならば俺でいいのかと。でもオーバーソウルってやつがありますよね。なんだったっけ。能天気だなおい。俺もそういう考え方は好きやけどね。うん、能天気、それこそ強さの証だ。タチとな。運営側とかいるのかよ。忘れたわ。参加資格だと。何、ルールは簡単だ。
ただ一撃ダメージを与えればいい。へえ、あんた恐ろしく強いんでしょ。チートやな。もっとこれ以上のことはまだ知る権利はない。知っていいのはこのテストに合格した者のみだ。制限時間10分、チャンスは1度。これを逃すと次はまた500年後だと証明。ちょっと難しいな。500年待てへんやろ。そのテスト受けてやる。春雨かわいい。おせの通り。ちょ、別にこれナチスじゃないからな。そういう意味じゃなかったからな。なんかトって感じ。来た。当たらんのか。こいつは武器になるのか。うう、飛んだ。いやー、使えますね。助けるのだと。優しいシルバー、ええやつ。精霊の力ばっかり使うのではなく、シャーマンが自分の力も使わなければいけないんですね。わあ、シルバーかっこいい。それで名前がシルバーで、シルバーのものをたくさん使おう。銀色のものと言って。かっこよすぎんだろう。ですね。お前はどうなんだと。浮力で生まれた彼らにあらゆる物理的攻撃は通用しない。ハンターハンターみたいな感じになりましたね。浮力だけなんだ。念を使おうって。でも優しいよね、ほんと。教えてくれるなんて。こんな優しい試験官やば。初めて聞いたし。答えを知ってるなら、それは知識だって知恵ではない。知恵とはひらめき、無から有を生み出す力。つまりこのように。しかもシルバー日本語うま。武力とか言葉出せるなんて。はあ。うまくいかんかい。例なのだから当然だ。あいつを具現化しないといけないんだよ。なんですかこれ。おい、あかんやん。面白いやつ。次は何をしてくれるんだ。やば。成仏されるとこやった。いやいや、10分与えてんじゃねえか。10分間待ってくれよ。うわ、多数的に。知恵だ。振り絞れ。ならば、
お前の春雨でも使えるんじゃないか。まさか精霊たちを具現化する方法って、アイテムがいるんだよ。いや、策ならあるよ。よくわかんねえけどな。でもやってみるしかねえだろ。剣に入れなさい。オイラシルバを見て思ったんだ。やっぱりシャーマンは霊と共にあってこその存在だってな。また力を貸してくれるか、阿弥陀丸。うちきあいとる。自分にじゃなく、剣に入れるのさ。ならば春雨でバッチリや。オーバーソウルって使う。これはかっこいい。汗かいてんな。しかし、おい、お前晩ご飯作れよ。じゃおかみ、向こうもこれで頑張ってくるんだな。やばっ。超バカや。いいぞ。わしより勝てねえと分かんってわけや。死んだらダメやで。しかしここまで来てしまえば、青。挑むしかねえだろうが。テレビやば、こいつら持ってんの。分かってないな、お前は。何も分かっちゃいないのよ。ね。これは君の方じゃないか。君はヨークを無理やりそうさせているだけなんだ。だいたいヨークはシャーマンキングになってどうしたいってんだ。本人は何の苦労もしない楽な生活がしたいって言ってたわ。ね、それがいいじゃないですか。違うんだよ、そういう納期のやつがいいんだよ。私は、うん。熱血マン嫌いなんだ。そんな奴らに限って己の欲望をむき出しなくせに、困難にぶつかるとすぐへこたれる。なぜかわかる？奴らは結局自意識と己の欲でしか目的を持たないからよ。でも楽に暮らしたい奴は違うのかい？要は楽でいたい以外の目的なんか持ち合わせちゃいないもの。だからいつも笑っていられるし、目的に縛られて自由とゆとりを失うこともない。逆に言えば、いつでも自由な発想で何でもできるってこと。じゃあ今回の決断はどうなるのか。欲望は満たされた瞬間消滅するわ。欲のために生まれた目的がシャーマンキングなら、そ
それを果たした後、その人は何をしてくれるのかしら。ヨウは何があってもヨウでいられる。だから私はそんなヨウを愛してる。言ってしまったな。ヨウくん、気楽に行こうぜ。あいよ、知らんし。それが正しいやり方だと思うぜ、俺的に。ならばこのテスト、全身を持って受けるがいい。全身全霊。おお。体で覚えたぶった切り。蘇るんやで。パンパンパンポンパンルダン。パパパンパンパンパポパンポンパラパンパポパポパタランパラタ。強っ、ぶっ壊したな、おい。オーバーソウル強っ。シルバーやられたな。これは間違いなく一発当たってるでしょ。あれ、当たっちゃいないか。ね、心配する。彼は浮力を使い果たし、少し疲れただけだ。前世私に届くほどの浮力だったのだ。届いたんや。一発当たった。おう。彼は合格だ。やったぜ、指揮者。パッ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 パタンパタパタン。知ればいいやつすぎない？試験官っていうか先生でもあるわ。これなんかスマートフォン的な感じになってるんだよね。お前も参加すんの？運営側って言うけど。神様と言いたいんやな。シャマンキン。あらんこと。達者でな、シルバー。なんか変なやつに遭遇しんといて。かっこいいな。横文字多いですね。ほんで？殺したんかい。やばすぎだろ、お前。殺さんでもいいじゃん。殺さんでいいじゃん。次回ヨウ VS、 はあ、ホロホロってなんだろう。皆さん、レンレンってほんとさ、ちょっときついやつやな。殺しなくてもいいんじゃないか、運営側の人間。それちょっとやばない、敵に回していいのかな、あいつらのこと。ちょっとお前のこと心配したのやけどね。皆様、ご視聴ありがとうございました。これからもぜひご覧いただければと思うんですけれども、これからも実はもっともっとやばいファイトが来ちゃいますので、果たして我々のヨウ・アサクラくんうまくやれんのか、まあ心配
してはいないので、楽しく見ていきたいなと思っております。ではでは、until next time, goodbye! おおきに。